は、エディットテキストを使ってみましょう。次はって突然続きが始まってしまいましたね。仮の2の青空アンドロイド開発教室の第2回になります。エディットテキストを使ってみようと。前回テキストビューとボタンを置いて、まあなんかそこまでの作業を慣れるっていうことをやりましたと。で、今度は違うものを使ってみるけど、ほとんど同じようなことをするというのをやってみます。で、このほとんど同じだけどちょっと違うっていうのをいくつかやってみることで、そのどこが毎回一緒で、どこはちょっと違うのかみたいなことがだんだんと分かってくると思うんで、こう、何回かやってみてください。では、ちょっと今から作業を行ってみます。エディットテキストを使うです。で、ニュープロジェクトで、エンプティビューアクティビティにして、ネクストまでは前回と一緒です。で、名前を今回は、エディットテキスト、ハローエディットにしましょう。ハローエディット1。はい。これはまあ何でもいいんですけどね。はい。で、フィニッシュにしますと。で、なんかここは終わるのを待つと。で、ちょっと今スマホがつながってないんで、この間にスマホをつなげましょうと。よいしょ。ちゃんと設定がされていると、ここが自分のスマホの名前に変わると。まあ変わりましたねと。で、最初にやることは前回と一緒で、まずリニアレイアウトにします。はい、これは毎回やりますと。まず、この Android X から始まって、コンストレインツレイアウトまでの内容をリニアに置き換えると。で、一覧から選ぶ方が良いと。で、アップコロンで始まっているものを消すと。まあ、ここまでは、もう、ちゃんと10回とか繰り返していれば、まあ、すぐできるようになっていると思いますと。で、次にデザインに戻して、ID も振っておきますか。ここまでは一緒でいいでしょうと。で、エンターを押すのを忘れずにと。で、次からがちょっと新しいです。はい。テキストで、ここの一覧からテキストを選んで、プレインテキストっていうのを選びます。で、これをドラッグアンドドロップしますと。はいと。あ、オリエンテーションがバーティカルになってないですね。ちょっとオリエンテーションをバーティカルにします。前回とは順番が違うと思うんですけど。はいと。で、なんか縦にビローンって広がってしまってるのは、レイアウトウェイトが1になってるからですね。だ、これを削除すると。で、エンターと。これで、このプレインテキストっていうのをドラッグアンドドロップすると、エディットテキストっていうのがここに入ります。はい。で、これは今回の主役です。これはテキストを入力するフィールドになります。これ実行してみるとわかるんで、とりあえずちょっと作業を進めてみましょう。で、ラベルをつけると。ラベルじゃない、ID を振ると。ID は、エディット1にしましょう。エディット1。で、エンターを忘れずに。で、聞かれたらディファクターと。はい。で、次に、ボタンを置く。はい、ボタン。また画面いっぱいになったんで、まあ、これは画面いっぱいのままでもいいか。今回は画面いっぱいのままにしておきます。これはマッチ・ピアレントに幅がなった結果ですね。はい。けれど、まあ、どうでもいいです。で、ID をボタン1に変更します。で、聞かれたらディファクターと。ついでにこれボタンって書いてありますけど、ちょっと表示を変えときますか。このテキストを変更して、サブミットにしましょう。まあ、何でもいいんですけど。で、エンターを押すと。で、そうするとここはサブミットになったと。はい。これで、作業は一通り終わりなんですが、なんでここ赤くついてんだ？んだ？別に問題はないように見えるけどな。タッチターゲットサイズトゥースモール。はい、これは気にしなくていいですね。
はい、失礼しました。でラベル、テキストビュー、エディットテキスト、ボタンっていう3つが並ぶようになって、それぞれにラベル1、エディット1、ボタン1っていう ID を振りましたっていうのは現在の状態です。ここまでで、でこれでレイアウト側の作業は終わりです。で次にソース側の作業、ここのセットコンテントビューの次の行のところにファインドビューバイ ID、まあ、ここら辺まではもう前回まで、で相当10回以上繰り返しているところだと思うんですけど、ボタンで RID ボタン1と、でちょっと今一覧から選ばなかったんで赤くなったんで Alt Enter と、はい、でこの括弧の閉じの後にドットをつけてセットオンクリックリスナーで中括弧の方を選ぶ。ここまでは前回と一緒です。ここからちょっと違います。まあ、エディットテキストっていうのは、ユーザーがこうテキストを入力する、IME で入力できるんですよね、スマホの画面から。で、その入力した結果をテキストビューに反映するっていうことをちょっとやってみます。で、反映する先はテキストビューなんで、前回とほとんど一緒で、RID ラベル1と書くんで、で、ドットテキストでイコール。以前ここはダブルクォートでホゲホゲとか書いてたんですけれど、それを今回はエディットテキストっていうのにします。ちょっとちゃんとやりましょう。エディットテキストでこの一覧から選ぶと、エディットテキストの方を選びますと、で R.id ではさっきつけたエディット1っていうのを選びますと、でこれドットテキストにしますと、とこれで完成になります。これは何をしているかっていうと、ボタンが押されたらエディットテキストのテキストをテキストビューのテキストに入れるっていうことをやってます。この右側をいろいろ変えたりしてたと思うんですけど、前回で、まあ大体どんなことをしてるのか雰囲気は分かったと思うんですけど、今回はこの右側をユーザーが入力したものに変えるっていうことをやります。でこれで再生をボタンを押すと、まあランボタンを押すと、まあ、そうすると実行ができます。で、ちょっと画面見えないんで、この動画では分かりにくいんですけれど、エディットテキストのところにをタップして、なんか日本語を入力してボタンを押してみてください。そうすると何なのか分かると思うんで、まあ、ネーム最初書いてあると思うんですけど、これをなんか日本語でホゲホゲとか入れて、で、ボタンを押すと。まあ、今やってます。そうすると、上のテキストビューっていうところにこの内容が反映されると思うので、まあ、やればわかると思うんでやってみてください。でこれを繰り返してほしいんですけれど、まあ、ちょっとこれだけだとなんというか味気ないんで、ボタンを2個足すってことをやりたい。次はでこれハローワールドって最初なってるんですけれど、まあ、これを何か分かるものにしたい。ホゲホゲ。ホゲホゲにしましょう。いや、無A にしましょう。まあ、何でもいいんですけど、無A。はい。で、ここにサブミットがあるじゃないですか。もう一個ボタンを足すってことをやりたい。でもう一個ボタンを足す。で、これを、上の ID を今ボタン1にしてるんですけど、ボタンサブミットに変えます。リファクターって聞かれるのでリファクターしますと。で、この2個目のボタンをボタンクリアーっていう ID にしますと。ボタンの B は小文字でクリアーの C は大文字になります。で、テキストもクリアーに変えます。その前にリファクターって聞かれたんでリファクターします。ID を変えるときにリファクターって聞かれると思うんでリファクターってしといてください。で、テキストをクリアーに変えますと。でここ上がサブミット、下がクリアになっていて、で ID も上がサブミット、下がクリアになってますと。まあ、この状態にしてくださいと。で、次に、クリアボタンを押されたら、テキストを元に戻すっていうことをちょっとやりたいと思います。で、ボタンで、クリアボタンの方は、ボタンクリアって ID にしたと。で、セットオンクリックリスナー。で、中括弧の方を選ぶと。で、ファインドビューバイ ID でテキストビューに元の
テキストを設定するってことをやりたいと。ただ元のテキストっていうのは覚えてないんで、このここに元のテキストと同じテキストをこの前回までと同じやり方で代入するっていうことをやります。これで実行するとサブミットで入力したテキストが反映されるようになって、クリアを押すと元に戻るっていう風な挙動をすると思います。まあ、これは動いてるのを触ればすぐ分かると思うんで、これをちょっとやってみて、実況を触ってみてください。で、ここまでをまた5回から10回ぐらい繰り返してほしい。で、ちょっと繰り返すっていうのを実際にやってみます。作業をやってほしい作業をちょっと一旦終了しましょう。これ試した後は終了する癖をつけた方がいいですね。ややこしいんで。まあこれはワンポイントアドバイスです。はい。これからちょっと繰り返してほしい作業を指示します。まず新規で、ニュープロジェクト。で、エディット、エンプティービューズアクティビティを選ぶ。ここまではいつもと一緒ですね。で、ここで、ハローエディット2にしましょう。で、フィニッシュと。で、すると、この画面の後ろに、ハローエディット2が隠れてるんで、まずこいつを閉じると。この隠れるのトラップですよね。Android Studio の。はい。で、リソースを変更すると。まず最初にリニアレイアウトに変更するといういつものやつをやりますと。はいと。まあ、この辺はもう15回目とかになってると思うんで、相当高速にみんなできるようになってると思うんですけれど、どうでしょうか。で、アップを削除すると。で、デザインの方に戻って、テキストビューに ID を振ると、ラベル1と。で、名前を、テキストを無 A に変えると。はい、まあ何でもいいんですけど。で、次に、エディットテキストを入れると、エディットテキストはテキストのプレインテキストってやつですね。このここにカテゴリーがあって、このテキストを選んで、この上から2番目のプレインテキストっていうのをドラッグ&ドロップすると。で、リニアレイアウトをバーティカルにし忘れてました。毎回忘れますね、これ。リエンテーションのバーティカルにすると。はい。で、縦にビローンって伸びてるのはレイアウトウェイトが1になってるからなんで、これを削除すると。はいと。で、次に ID を振ると。エディットテキストっていうのをエディット1に変えると。で、エンターを押してリファクターをすると。で、この後、次にボタンを2つ置くと。ボタンを2つ置くと。で、ボタンを2つ置くと。で、上をボタンサブミットにして、リファクターしてテキストをサブミットに変えると。で、2個目のボタンを ID をボタンクリアにして、テキストをリファクターをして、でテキストをクリアに変えると。で、エンターと。で、ここまでがレイアウトの作業です。で、次にソースコードの方の作業として、ここのこのカッコの次でエンターを2回押して、 Find View by ID でボタンで RID ボタンサブミットを選んで、ドットのセットオンクリックリスナーの中括弧の方を選ん で、 で、この中で find view by id でテキストビューで、あっとっと、オルトエンターを押して rid のラベル1のドットテキストイコール find view by id の、ここが新しくて、エディットテキストを選んで rid エディット域を選ぶと。で、ドットテキストとすると。はい。で、さらに、この下に、find view by id で、ボタンで、rid で、ボタンクリアを選ぶと。で、セットオンクリックリスナーで、中括弧の方を選んで、view by id で、テキストビューで、rid ラベル1で、テキストで、イコール、無 a と入れると。はい。で、実行すると。これが繰り返してほしい作業です。
まあ結構なんというか慣れてくればこんなペースでできるようになると思うんで、まあ何度か5回から10回ぐらいちょっと同じ作業をやってみてください。ハローエディット5からハローエディット7ぐらいまでやれば、まあ、大体できるようになると思うんで。で、注意点としては最初のうちは見ながら書いていいんですけれど、途中からは見ないで書いてほしい。で、コピペはしない。全部自分で打つ。ただ、一覧から選ぶとかは積極的に使ってください。はい。という感じです。ということで、これを繰り返してください。それでは、ここか。